はようございます。今日はドクターアポイントメント。寒いな、朝早いからかもしれない。今日のメイクはアイライナー、OK、アイライナー両方ともちょっと違うかもしれないから気にしないでアイライナー、マスカラと、ここもマスカラで、ちょっとだけここUrban Decay の Ultra Violet っていうペンシルライナーをやって、唇はレブロンのハニーとチーク、チーク何使ったっけ、チークは NYX の Baked Blush、 いつもそれ一つしか持ってないやつ、 Baked Blush のやつね。色を忘れた、ごめん。エイジちょっと元気ない、かわいそう。寝れなかったんだって昨日の夜、なんか汗かいててでも寒いみたいな、多分その飲まなきゃいけなかった薬が合わなかったのかもしれない。 OK、 病院行ってベビーを見よう、多分見れる。でこれは私のベビーファイル、いろんな書類とか払ってくださいってやつとかさ、いろいろ入ってる保険入ってんだから何を払うのっつうのね。でもまあ、それも見てもらおう。でこれはダイソーで買った、かわいいよね。イエー、じゃまた後でね、 See you later。 イチ Dry You want cream? OK、 今カフェテリア。Do you have an ice cream? Donuts, no. Only one you took the whole thing? It's only one. Okay, never mind. It's okay, it's okay. It's okay. AJ wa cheese croissant. Atashi wa twisted donuts. Twisted donuts. Chotto taberu desho? You wanna try some of mine? Iranai no? Appointment mai ni jikan ga aru kara chotto taberu. De, megane wasureta. Sayaku. No energy. Oh, energy nai tte.病院にいる。今日ウルトラサウンドやらない、エコーやらないんだって。来週あるから Next week we're gonna have a gender debate。 来週女の子か男の子が分かる。みんな何だと思う？ OK、 Wow, that's weak。 何だと思う？女の子男の子どんな感じ？あ、分かんない、全然分かんない。 Yeah、 コメントで女の子とか男の子って言ってね、教えて、どっちなのか。双子だったりしてとか言って、もう言えない。できないね。疲れてるじゃん。そりゃ親知らず抜いたら疲れるわな。あ、病院ツアー。ダララ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 。アメリカのなんかキモいものいっぱいある。オッケー、じゃあね。マグちゃん。150s, 160s beats per minute, that's totally normal. So 155, if you want to square away on that. Alright. Alright. Sounds great. This baby's heart's beating away. Alright. さっきのドーナツとエジアのチーズクロワッサン食べ終わってない。ちょびっと二口ぐらいしか食べてない。病院終わった。なんかこれからエコー、ウルトラサウンドやらないらしいんだけど、ただ心臓バクバク聞こえる音をやるみたいって言ってたような気がする。わかんない、私途中で人の話聞いてなくなっちゃなくなったダメじゃん、人の話聞けよってね、ドクターの話聞きましょうみたいな。 Anyways、 でアメリカの保険うざい。もうなんかね、いろいろとやってたつもりとか、私自分のパートはもうやったのね。なんだけど、あれこの保険はこの病院で通ってないよとか、それで通帳もらったの払ってくださいみたいなの前にね、4万ちょっとはみたいな。で私保険あるんだけどっつったら、ここに通ってないよ、ふざけんなよって感じ。アメリカの保険結構その辺しっかりしてほしいところはしっかりしてない、超適当、マジうざい。でもしょうがないね。
て違うところにまた電話しなきゃいけなくて、あーめんどくせえ。もう何回も何回も何回もいろんなところに電話してんのに全然うまくいかない。うざいねアメリカ。でもまあそういうのあるからしょうがないね。まあ人生終わりってわけじゃない、ストレスになるって言っちゃうなるんだけど、別にああまあいいやってアメリカ人適当だから私も適当みたいな、それその程度で、あそういう態度でやらないとやってらんないマジ。 OK、 これからどこ行く？ Let's have fun! ちょっと楽しい時間過ごしましょうみたいな。 OK、 よく聞かれたんだけどアメリカの保険って、あれ質問忘れた、なんだっけOK、 アメリカの保険のシステムね、仕事場が保険くれる場合もあるんだけど、そういう仕事ない時もある。いや、で、オバマケアっていうのがあるんだけど、オバマケア、カバードカリフォルニアみたいなのがあるんだけど、それ、保険がないと罰金みたいになっちゃったのね、アメリカ、オバマがそうやってやったから。で、うちらそれに入ったの、お前保険なかったから。で、なんだっけ、いや、それ入ったんだけど、それ、超適当。で、入ったプランは妊娠系カバーしないみたいな。で、カバーしてほしいなら、もうちょっと高いプランに入らないといけないけど、あまり病院行けない。なんか よくわかんない。それで、なんか違う、あの、プランっていうか、違うプログラムにアプライしたのね。私だけ。妊娠だけカバーしてくれるみたいな。で、それ やればって言われたの、Covered California でね。それでやったんだけど、全然カード届いてこなくて、2ヶ月待っても。で、払ってくださいっていうのが超溜まったの、なんか1000ドルちょっとぐらい、全部ちょこ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 溜まって。で、カードまだ届かないのかよとかって思って、それで電話したら、そのプログラムが、あ、入ってませんよって言われて、で、その保険、いつもみんなに入れるよって言って、でも何もやらないみたいな。だから私はぁみたいな、2ヶ月も待ってんのに何もねえのかよって感じじゃん。で、妊娠してるしいろんなお金払わなきゃいけないやつ溜まってるんだけど、どうしたらいいのって言ったら、なんかじゃあすぐカード送りますみたいな感じでカードくれたの。それでイエーイみたいな感じじゃん、カバーできるからカバーしてくれると思って。なんだけどまたお金もらったの、あの払ってくださいってやつで、さっき病院で言ったらカード持ってるけど入ってないよって言われて、カードそのプログラムのカード OK っていうの持ってるけど入ってないってどういうことだよって感じじゃん。アメリカ的とそれではなんか違うところに電話しなきゃいけなくて、でそのカードと病院つなげなきゃいけないみたいな、やってくれよって感じじゃん。で、私の保険カード性別男になってんの妊娠してる男で、それももう2ヶ月ちょっとずっと直してって言ってるのに直してくれないので、電話したら、あ、治ったよって保険が言って、で病院行ったら、いや治ってないよとかって言われて、コミュニケーションしろよおめえらみたいな、超うざい。でアメリカで保険がないと本当に高い、いろいろ高い。あ、一回食中毒で病院行ったのね、5時間いたんだけど点滴打ってくれて、その払ってください通帳っていうの、お金が3500ちょっとだったの、だ35万ぐらい払えないじゃん、学生だったし働いてないしみたいな。それで1年ぐらい払ってなくて、払いません払いません払いませんって手紙出してもなんか払ってください払ってくださいみたいな、ずっと1年ぐらいそれになってて、でしまいには私も学生だし働いてないしみたいな。で一応銀行にいくら入ってるかとか手紙とかそういうのいろいろ書類出したら、じゃあ2万円ちょっとで済んだみたいな。だからアメリカで保険がなくて病気になったら大変なことになるから気をつけなさい。で救急車呼んだ日にはもう終わりあ、その時によって違うんだけど、エジェのおばさんが言ってたのは、いくら80万、あ日本円が分かんない、8000ドル、80万とか80万以上かかったって言ってたのね。まあ5万円とかしかかかんない人もいるんだけど、その時によって違うのよく分かんないの私その辺で。いやだからアメリカにいて病気
病気よくする人、怪我よくする人でアメリカでこれから留学するって考えてる人はちゃんと保険入った方がいいと思う。アメリカ、あ、日本で保険入れるんだよね、外国保険みたいなやつ。だからそういうの入った方がいい。じゃないと本当高い、超高い。歯医者さんとか超高いね。うん、うん。私の時の歯医者さん、親知らず取るのに1本300ちょっとだったのね、3万ちょっとで、4本一気に抜けばちょっとディスカウントしてあげるみたいな。どういうセールだよって感じだよね。でも一応4本抜いて800ちょっと、70ちょっと、8万7000ちょっとみたいな。 AJ も今回8万ちょっとだったの。高えよな。日本だったら何千円かで済むんでしょ。だから親知らずがちょっと痛いけど、これから留学する人、親知らず取ってからアメリカ来なさい。じゃないと本当大変なことになる。じゃあ、超喋った。ごめんね。See you! 私、ベイビーブランケット編みたいんだけど。好きだ。なんかいろいろある。どっちにしよっかな。I don't know。まだ男の子か女の子わかんないけど。Oh, this is good. Oh, this one, I know. Yeah, I want like this. でも色は全部混ざってんじゃん。Let's see, let's see. Barnett, right? No? It's Barnett, yeah. It's 100% polyester. Polyester is not good? I don't remember, it's soft. It's good. これいいじゃん。でもまだ性別わかんないからさ。なんか、両方使える色がいい。え、黄色ないの？ No yellow?Yellow like this? No. This is okay, isn't it? This is mixed. Yeah. I have no clue. White. How about this one? No. White's like medium. White, つまんない。じゃあ来週やることにした。性別分かってからね。じゃあ色は白。これ自分にメモみたいなね。みんなを巻き込んでメモる。これピンク、これはこっからか。いや、そんな感じかな。色少ねー。でもすごい柔らかくていい感じ。さっきマイカルズっていうお店で系統を見てたんだけど、今はターゲット、ハロウィンっぽくなってきたよ。ナイス。キャンディーいっぱい。これ全部お菓子、チョコレートとか。なんか少しずつオレンジになってきた。セリアルのパッケージもハロウィーン。M&M's。 かわいいね。などなど。なにこれ、マシュマロ？うん、マシュマロ。キャンディケーンが有名なの。キャンディケーンじゃねえ、なんだっけこれ。あれ、名前なんだっけ、忘れた。キャンディケーンじゃなくて、なんだっけ。オムガード、忘れた。まあいいや。クッキーの形。いや。Oh, this is cool. Right? More plastic. What's that orange candy? It's not candy cane. What is it called? The orange one? Candy corn. Candy corn. Yeah, yeah, yeah. 忘れた。
candy corn. Oh, they have like a elf horseshoe. Okay. Mickey. Pretzels. This is cool. What is pretzel. Chocolate covered pretzel. ハロウィン楽しいね。特に何もやらないんだけど雰囲気が楽しいだけ。これターゲットから買った超いい匂い、超癒やし系、超ソフト、すんごいいい匂い。あ、ボディクリーム。 Why? This is supposed to be free. Okay, wait. This is what? Something like cool. Okay, what is it? Tell me. You don't wanna?今日本食にいる。ちょっとだけおかず持ち帰りする。そしたら車で食べれる。忘れた。お腹空いた。胡椒。七味。取れてなかったらごめんね。What are you gonna do? Gonna, huh? I wanna see yes. Okay, 食べ物戻したぜ。サラダと唐揚げとたこ焼きとアジフライ全部フライかよってね。 You wanna try a little bit? It smells strong. 本当に。 Oh, what's this? Mmm. 唐揚げ。腹入ってるから何でも美味しい。唐揚げは唐揚げ。唐揚げ。あ。Salty。I've never been to Pepper. Pepper. I mean, we didn't drink. Remember, I lost once one to. Yeah. で、私食べながら AJ は。ホームディポー、ホームセンター行ってくる。うん。D2. Well, there's nothing special about D2. It's like Japan the whole day. One day, Japan 行きます。One day, Japan 行きますだって。はい、だって。No, that I said so. Yeah, that's what I said. たこ焼き、見えるかな？全然取れてなかったりしてね、また。うー。暑そうだから後で食べよう。で、ドクター調子いい感じ。あ、赤ちゃんの調子もいいらしくて、私の調子もいい感じ。あ、健康に体重が少しずつ増えてるって感じで、ドクターもいいじゃないってね。イエーイ。なので調子乗って揚げ物食べてる。なんちゃって。OK。これはアジフライ。見える？見えない？魚好き？うん。お腹いっぱい。食べ終わってない。全部食ったなって思わないで。あ、普通に超残ってる。で、多分1時間以内に AJ がお腹空いたって言い出すから。この前みたいにね。それで食べれるかな、歯がまだ親知らず取ったばっかだから。まあお腹空いて食べれそうだったら食べればいいんだよね。暑い。ちなみに昨日と同じ服で気にしないで。暑い暑い。イジーちゃん何食べてる？トゥナ。トゥナバン。トゥナバン。トゥナパンと野菜ジュース。 Good job。 これ超ソフト。この前のパン屋さん、なんか日本っぽいパン屋さんで買った。柔らかいから食べれるかなって感じ。私はピナコラダスムーディー飲んでる、うん。でこの間さとみの、昨日かさとみのインスタグラム見たら、日本のショートケーキが乗っててうまそう。で、私もショートケーキなかったから、ニューヨークスタイルチーズケーキかかった。あったかい。これからうち帰って、もうなんか
スーパーでこれ買った。野菜とかバナナ緑だけど、まあ、バナナとか食料品買って、これからうち買って洗濯物しましょう。うん、AJ かわいい。飲めない。See you, bye bye!